I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. さあ、マスティモ、その力を見せなさい。マスティモの力で平行世界への入り口が開いた。ここを通れば別の次元時空へ飛ぶことができる。あなたの探し物はそこで見つかるでしょう。
一からトレーニングしなくて済むし、じゃあ決まり、行こう行こう。え、高校やって、そんなのバルバルのやつそこにコツッと隠れててさ、乗り込んでってボコボコにボコっちゃうわけさ。ごめんね、今っていつもこうなんだ。翻訳すると、この先に空間が歪んだような場所があって、その中にいるバルバモンを倒しに行こうって、そういうこと。バルバモンは七大魔王と呼ばれる究極体デジモンの一体なんだ。僕とリナは一度はバルバモンを倒したんだけど、復活したバルバモンにそれまで蓄えた僕の力をこっそり奪われちゃったんだ。だからバルバルをボコってブイブイの力を取り返す。主に君では、レロレロワールドから来たスケッチ、あたし溶けちゃった。Thank you.
行くぞみんな。わしは大魔王となり、この世界を征服するのだ。ところでどうじゃ、もしもわしの配下になるなら、世界の4分の1を。いや、好きありとはくれてやろう。
力が、わしの力が。うわー、逃げ。わしの力が。いや、ブブー。その力は、あたしとブイブイの血と汗。ヘイ、ブイブイ。ユウ、やっちゃいな。オーライ、力は返してもらうよ。僕なんだ。ブイブイ、行くよ。とどめの一撃。オーケー、リナ。シャイニングフィフォース。リナ、デタラメすぎるよそれ。リナ、いい加減に技の名前くらい覚えてよ。毎回適当すぎるよ。どう？まあいいじゃん、タカシ。ふう、覚えておれ。わしは何度でも蘇るぞ。君の会いたかってたブイブイことアルフォースブイドラモンです。リナ、君は本当に軽いな。それで君は僕に何の用だったの？そっか、君の世界が大変なことに。わかったよ。リナ、僕、うん、わかってる。言ってらっしゃ。私はいつだってブイブイのことを応援してる。たとえそれが遠く離れた世界だったとしても。ディナ、もう早く行っちゃいなよ。涙なんて私たちらしくないじゃん。目的は果たしたのに。それじゃ入り口を開くわ。戻ってきなさい。リナ、僕、絶対帰ってくる。帰ってくる。ブイブイ、必ず。リナ、お帰りなさい。これであなたはスレイプモンに対抗する力を得た。シノミアリナに感謝しないと。うむ、あの美少女に感謝しなければ。お礼として全財産を、あれ？なぜだかおぜんざいが食べたい。おあんみつも食べたい。じれじれ。リナ！来ちゃった。来ちゃったじゃないよ。さっきの感動的な別れは、ピンクの涙は、台無しだよ。ブイブイ行くところ、私あり。てか、パラレル冗談。本当に無茶したのね。生身の体で時空の先に飛び込むの。あり？問題あり？問題かどうかはあなたの。だからあなたは今。へえ。リナ、分かってないだろうから言っておくけど、電脳体っていうのは僕たちデジモンみたいなデジタルな存在ってことだよ。え、そうなの？私デジモンになっちゃった？っていうか、私の可愛いボディは、プリティボディは。残念ながらあなたの体は無事よ。あっちの世界にとどまっているわ。戻る気になったら私に。そうなん、言ったかしら。覚えてない？私が残念ながらと言った世界。言ったかもしれないけれど言わなくて。おお。っていうか、あれ？二人は知り合いなのかって？そうね。ちょっとした知り合い？別の世界だね。とにかく、
次元時空の一定切るだけおとなしくしていた。リーナにおとなしくしろだなんて、確かに無駄かもね。じっとしていられるのは3秒が限界だし。けど、やっぱりリナがいてくれると、ちょっさあ、その暴れ者を止めに行こう。スピード勝負なら、僕は誰にも負けやしないさ。人間も証拠にもなくまた来た。させないよ。今度は僕がいるからね。助っ人というわけだ。いいぞ。そうでなくては破壊のしがい。あんたね、話は聞いたわよ。随分と暴れます。どうして電脳空間にあふれる人間どもの悪意、体力という私を負傷。様子がおかしいよ。壊したい。欲望の赴くままにこの電脳空間ごと。はあ、何それ。自分の行動の責任なんかと。あんた生意気な小娘。ブイブイやっちゃいなよ。パートツー。おい、何度でも振り切ってやるわ。
私のスピードについてくると。とどめ？何それ、そんなの刺さないって。おので情けをかけるつもりか。違う違う、言ったじゃん、じっくり話し合わないとって。だからさ、私としばらく一緒に旅でもしない？私もブイブイもまだこっちの世界にいるつもりだし。私が人間と旅だと？何を旅だって。人間の、だからしばらく一緒にいれば誤解も解ける。それが本当に誤解だよ。もしこの世界でいいところが見つからなかったら、私たちの世界においで。そんな馬鹿げた提案。おお。いいだろ、その能天気に免じてついていってやる。その代わり、人間のいいところが見つからなかったときは。オッケー、じゃあこの世界を見学しよう。どこから行こうかな、おいしいものはあるかな。話を最後まで聞け。出発。あ、ちょっと待ってよリナ。それじゃ、僕たちの地。そうか、おそらくスレイプモンは迷っていたのだろうな。実際は駆け巡っていただけで被害は出ていない。何かを吹っ切ろうとしていた、そうは思わないか。しかし篠宮美奈という娘、いや彼女については何もくともあれ、アルフォース V ドラゴンは得難い戦力だ。ミカグラミレイにも感謝しなければならない。そうだ、彼女のためにシンブレンド。なんだその微妙な顔は。彼女が私のコーヒーの味を介さない、今まで秘密にしていたが、私の四大傑作レシピの一つ、カツオだしとバルサミコ酢ブレンドは彼女の発案だ。なかなか順調にロイヤルナイツを仲間だが、ドゥフトモンもこちらの動きは承知しているはず。気を抜くんじゃないぞ。おお、伊達くんからの通信とは。おい探偵、今度は浅草に例の化け物が出る。私たちは今そっちまで手が回らねえ、うん、今のゴタゴタのせいで契約周りが曖昧になっているようだ。例の化け物さ、君の